追い求める。自然や大地と共に生きる一人一人の笑顔を大切にする。それはきっと人生をよりよく生きたい、そう願う世界中の人の心とつながりや、車が便利さを追求した道具になっていく時代、スバルは人と車が強い絆でつながり合える未来を信じている。 Believe。 人生をよりよくできる車はきっとある。私たちスバルは人生を豊かにできる車があると信じています。それはどんな時でも心から安心して運転を楽しめる車、自らハンドルを握りもっと自由にどこまでも行けると思える車。今回ワールドプレミアとなる新型レヴォーグプロトタイプは、より遠くまで、より早く、より快適に、より安全にというスバルが提唱するグランドツーリング思想の上に、新たなデザインコンセプトやスバルが持つ最先端の技術を結集し、革新的な進化を実現した車です。この先の時代でも車と人が一緒に新しい発見や経験を求め、誰もが自分の意思で運転をどこまでも楽しめる未来を作っていきたい、その思いをデザイン、エンジン、プラットフォーム、安全技術、車作りの全てに込めています。スバルの未来がこの車から始まります。新型レヴォーグプロトタイプはスバルのデザインフィロソフィー、ダイナミックソリッドに、車それぞれが持つ価値をより大胆に際立たせる新デザインコンセプト、ボンダーを採用した初めての量産車です。このレヴォーグでは、意のままに車をコントロールできる楽しさ、そして今まで経験したことのない新たなアクティビティに向かって大胆にチャレンジしてほしいという気持ちを強く込めています。スバルでは運転を楽しむための重要な要素として動的質感にこだわり続けてきました。それは車を思い通りに操れること、運転が苦手でも上手くなったように感じること、長く運転していても疲れにくいこと、静かで質感が高く快適であること。新型レヴォーグプロトタイプはそれらを突き詰めることで新次元の領域に進化を遂げています。新開発した 1.8 リッター水平対向直噴ターボエンジンは全てを刷新し、リーン燃焼技術も取り入れることで加速性能と環境性能を高次元で両立しました。走り始めから豊かなトルクを生み出す新エンジンは、街中や高速道路などあらゆるシーンでストレスのない走りを実現、静粛性も兼ね備え、乗る人全てに気持ちの良い走りをもたらします。そして動的質感も根幹となるプラットフォームにもこだわりました。スバルグローバルプラットフォームはフルインナーフレーム構造を組み合わせて第2ステージへ、極限まで歪みを抑えた光合成ボディにより意のままに操れる自在性の質感の高い走りを実現しました。これらの動的質感を追求することで、乗る人全てが心から気持ちのいいと思える運転の楽しさを実現し、どこまでも走りたくなる気持ちを後押しします。そしてどんな時でも心から運転を楽しむためには、不安やストレスを感じることなく安心して運転できることが何より大切ですよね。
スバルは自動化ありきではなく、人の得意なタスクを尊重し、苦手なタスクを車が補い、安全に移動するという考えのもと、約30年にわたり独自の技術、アイサイトを進化させてきました。そして新世代アイサイトはさらなる進化を遂げます。広角化した新開発ステレオカメラと前後合わせて4つのレーダーによる360度センシングを実現。見通しの悪い交差点での出会い頭や右左折時まで、これまで危険回避できなかったシーンにもブリクラッシュブレーキの動作範囲を拡大します。また新世代アイサイトに加え、 GPS や順天頂衛星導きによる位置情報、高精度な地図情報により複雑な交通環境への対応も可能になりました。高速道路でのカーブ前減速や渋滞時でのハンズオフ走行までも支援する最高峰の運転支援システムです。また新型レヴォーグプロトタイプからスバル国内初となるコネクテッドサービスを展開します。万が一事故に遭った時、車が自動で通報してくれたり、ドライバーの体調が急に悪くなった時、ボタン一つでコールセンターにつながるサービスです。スバル独自の4つの総合安全思想に新たにつながる安全が加わります。これらの最先端技術により目標とする2030年死亡交通事故ゼロに向けて大きく前進し、誰もが運転を楽しめる未来を目指します。人生をより良くでき